シドニーオリンピック閉会式、五大陸花火の様子仙台七夕花火祭りは、仙台七夕祭りに付随して、その前日の8月5日に仙台市で開催される花火大会。仙台青年会議所が主催する仙台七夕花火祭りと仙台七夕祭り協賛会が主催する仙台七夕祭りとは、公式には別の祭りとなっているため、 観光案内でも観光入り込み客数統計でも別枠になっているが、市民、公的機関、マスメディアなどは仙台七夕花火祭りを仙台七夕祭りの前夜祭りだとみなしており、仙台七夕祭り前夜祭り、七夕前夜祭りなどと呼ばれることも多い。2020年は中止。例年1万5000発程度の花火が打ち上げられている。打ち上げ場所は仙台市都心部の西。 広瀬川沿いの広瀬川中の瀬緑地運動広場。市街地で開催されるため、ご安距離規制により打ち上げられるのは最大4号までとなっている。花火市は仙台市唯一の花火会社で2000年、シドニーオリンピックの閉会式の世界五大陸花火、アジア代表の花が加工。仙台七夕祭りには団体ツアーの県外閣が多いのに対し、仙台七夕花火祭りは、 仙台市民が観客の中心である。ただし、林県からも若者が訪れており、約50万人の観客数となる。2009年には、全国で初めて、江戸時代の詫び色を表現した、スターマインが打ち上げられた。以下は2014年のレイゼンは、西公園でのイベントで仙台スズメ踊り、仙台七夕踊り、浴衣クイーンキングコンテストも行われていた。 近年のカウントダウンライブ。なお、西公園内には出店が並ぶが、主催者管轄のお祭り広場や桜岡大宮宮管轄の縁日などがある。その他にも会場周辺に出店が並ぶ。テレビラジオ会場となる広瀬川中流域は歌手団級が発達し、また隣接する仙台市都心部には高層ビルや高層マンションも多いため、 様々な角度からの干渉が可能である。仙台空港発着のヘリコプターやセスナ機で、上空からの花火遊覧飛行も可能。以下、干渉地のある、断球面と広瀬川の右岸か左岸かも吹き。断球は、標高が低い方から、下町 3i、中町 2i、上町台、原、青葉山 4i となっており、さらに、陸前丘陵に属する各丘陵がそれらより高い。 標高で打ち上げ会場を取り囲むように存在する。打ち上げ場所の広瀬川中の勢力地運動広場に対し、有料観覧席は旧仙台市民プール駐車場と青葉山観光駐車場に設置されている。中の瀬橋、大橋、西公園、青葉山公園、仙台城二の丸、仙台城天守台などが人気の鑑賞地であるが、広瀬通にも多数の観客がいる。 東北大学川内キャンパスや宮城県美術館は公式には開放されていないが観客が多い。宮城県仙台第二高等学校は開放されていない。例年、車両通行規制は18時15分から仙台西道路の上りで始まり、18時30分からは会場近くの道路で開始される。仙台西道路、中野瀬橋、広瀬通、西公園通り、 大橋万水通り、広瀬通立ち入り禁止区域、編集その他の規制、編集、ありがとうございます。